はい、皆さん、こんにちは。今日ですね、ビットコインが今後どうなっていくかということですね、ご紹介したいと思います。これはですね、今、画像はですね、2011年からですね、ビットコインの価格をドルベースで表示しております。2011年といえばですね、ビットコインはいくらだったかというと、まあ、高い時で1ドルくらいだったんですね。1ドルですよ。1ドル。で、2013年にようやく100ドル、10ドルいったんですか ?10 ドル。で、2014年にかけて100ドルいきまして、2014年で1000ドルまでいったんですかね。1000ドル。後半に1000ドル行きまして、それからだらだらと下げております。ずっと。で、2016年あたりから、またじわじわと上がり出しまして、2017年、1万ドル突破としたということですね。2万ドル近くまで行ったんですかね。ということで、そこからまた今年はですね、だらだらと下げていくということですね、言ってるということで、皆さん暴落ともうビットコインはダメだと言ってる方はたくさんいると思うんですが、このチャートを見ると、まあマックス値からちょっと下がったぐらいのイメージなんですね。そんぐらいのインパクトしかないんですね。これはちなみに縦軸対数で取ったグラフなんですけど、対数で取ってみるとよくわかるんですね。暴落と言われているものが、ちょっとしたわずかな下落でしかないんですね。これで皆さん騙されてしまいまして、マスコミなんかですね、もう暴落だ、もうダメだというマスコミの報道もありまして、もう皆さん、ビットコインは見向きもされなくなっているという状態ですよね。はい。ということで、今後どうなるかというのは、まあ、ビットコインの歴史を見れば分かる通りですね。こういう右肩上がりになっていますから、上がるのは必然のことなんですよね。もう来年にもですね、来年にもこの表でいくと、まあいくらとは言いませんが、まあ大台を突破するんじゃないでしょうか。はい。ということで、2020年にさらなる高いところに、を目指すと、1ミリオンダラーになると、1ビットコインがですよ、1ミリオンダラーになるという予測も出ていますから、皆さん希望を捨てないようにということですね。ということと、今は強気で買うべきなんですね。今、買うって言ってもですね、こんなにもう暴落しちゃいまして、もう買うって言ってもね、勇気がいりますよね。もうね、こんなに冷え込んでますから。まあ、チャート的には冷えてないんですけど、こういう総悲観な、まあ、状態ですからね。本当、買うっていうのは難しいですよね。まあ、投資っていうのは、2回奇跡が起こらないと、儲からないんです。大きく儲からないんです。それはですね、誰も見向きもしないときに買うっていうところと、人気化してみんなが浮かれてるときに売ってしまうということですね。この二つが、2回奇跡が起こらないと儲からないんですね。非常に難しいと思います。で、1回目の奇跡っていうのはどこかっていうと今なんですよね。誰も見向きもしない、誰ももうダメだと言っている今、買えるかどうか、
これが大きく儲けられるかどうかの、儲けられるか儲けられないか。これが大きな差になってくるわけですね。しかし、買うって言っても難しいんです。難しいっていうのは、誰も買わないときに買うっていうのは難しいんですね。特に経験の浅い方はですね、買うのを絶対控えるんですね。で、上がって、浮かれて、上がってしまってみんなが浮かれてるときに、我もって買っちゃうわけですよね。で、高値掴みしちゃうわけなんですけども、相場っていうのは誰も買わないときに買わないと儲かりませんからね。はい。それがいつかっていうところなんですが、もうちょうど今じゃないですか。このチャート的に。もっと、下落っていうか、もっと横横が長引くかもしれないですね。過去の2014年からのチャートを見ていくと、2年間、ダラダラしてましたね。2014年から2016年まで2年間ダラダラしてたんで、今回もまだ来、もしかしたら来年の夏までですね、ダラダラするかもしれないんですが、いわばまあ買っとかないと話にならないんですよね。買ってまあ下がってもいいじゃないですか。何割か下がっても最後上がれば正解なんですからね。はい。正解なんです。いつ買っても正解なんです。まあ、で、買わないと話にならないんですからね。買わないと話にならない。買うっていうのは勇気がいるんです。誰も見向きもしない状態ですから。その時に買うのは勇気がいるんですけど、まあ、奇跡を起こさないと儲からないというわけですから、そうなんです。そういうことなんです。はい。ということで、まあ、余剰資金ですよね。余剰資金、なくなっても困らない。なくなっても、なくなったとしてもわからないというぐらいの資産の 10% 以下をコインに交換しておくと。まあ、ビットコイン自体通貨ですからね。円からビットコインに両替をしておくということが賢明な選択かもしれません。ということですね。かも、私のまあ個人的な意見ですからね。これは。はい。というところで、今日は終わりにさせていただきます。